こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、方程式値と飛躍式値について解説いたします。内容的には難しくないんですけども、この下の図であったり、なんで飛躍式値を定めるのか、まあそういったところを理解していない方いらっしゃると思いますんで、まあそういった点を中心に、この動画聞いていただければと思います。まず、方程式値っていうのは、建物が所在する土地を言います。まあ建物っていうのは、今回区分所有法の内容なので、マンションですね。マンションが所在する土地。まあマンションの下の土地って考えていただければわかりやすいと思います。で、飛躍式値っていうのは、建物、まあマンションですね。マンション及び、この建物が所在する土地、方程式値、建物とその方程式値と一体として管理または使用する庭だったり通路だったり駐車場など、規約により建物の敷地とされた土地、これが規約敷地と呼ばれます。あくまでもこれ規約敷地の規約って書いてある通り、規約でこれは敷地と定めた場合、その土地、敷地っていうのは規約敷地になるんだということです。つまり、規約で定めていない駐車場だったりとか、そういった土地については、これは規約敷地になりませんので、この点注意をしておきましょう。では、ちょっとですね、この図、下の図3つあるんですけども、左から順に見ていきましょう。この四角ですね、四角一つ一つが、筆と考えてください。これは一筆ですね。これ二筆。これは、三筆あります。つまり、土地が一つ。これは土地が二つに分かれている。これは土地が三つに分かれていると。まあ、言った図です。で、これは一つの土地に対して建物が建っていて、その中に駐車場があります。この場合はこれすべてが方程式地になります。建物が建っている土地ですよね、これ。なので、方程式地なんですよ。で、こちら見てください。建物が建っている土地はこちらだけですね。で、一方で、これは建物が建っていない土地なんです。で、ここは、このマンションの人たちが使う駐車場だと仮定して、規約で、これは敷地だというふうに定めたのであれば、これは、ここ、規約敷地になるんですね。ここまで OK でしょうか。で、続いて、この三筆である場合なんですけども、三筆のうち、左の二つ、この二筆については、マンションが建っている土地です。で、こっちについては駐車場だと仮定しましょう。このマンションを使っている、このマンションの所有者が使う駐車場と仮定した場合、この二つは方程式地。で、こっちについては規約で建物の敷地としたのであれば、これが規約敷地となるっていう話ですね。で、この規約敷地については離れていてもいいんですね。つまり、例えば道路挟んだこちら側にあるといった場合、そういった場合でも規約敷地として認められますので、この点も注意しておきましょう。じゃあなんでこういった規約敷地が必要なのかというと、これは規約で定めることによって、この土地、方程式地と同様に区分所有者の共有になるんですね。ということは、これは方程式地同様分離処分を防ぐことができるんですよ。もしこれ規約敷地にしてないってなってくると、ここの土地、まあ誰かしらが所有しているわけですよね。その人がこの土地を第三者に売却する、処分しちゃうってこともあり得るんです。そうすると、マンションの所有者がこの敷地を使ってたんだけれども、誰かに売却されてしまうとこれ使えなくなっちゃって困るわけですよね。だから規約で敷地として設定する必要があるんだ、ということなんですね。分離処分を防ぐため、ということです。内容的には難しくないと思うんですけども、この3つの具体例ですね。あとなんで規約敷地を設定するか、その理由。この辺まで理解している人って少ないと思いますので、まあ、このあたりも理解をしておくといいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。